おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画は高俣シャッドリアル6インチ、5インチとどっちが釣れるのってね、こんな感じのテーマでね、動画を作っていこうと思うんですけども、前回ですね、延々に釣り続ける、当たりが出続けるね、ミラクルな流れ出しを発見して、で、そこに高俣シャッドシリーズをね、流し込んでいくっていう感じでね、釣りを始めたんですけども、その後も延々に釣れ続けたので、どんな竿がいいのか、どんなリールがいいのか、どんなラインがいいのかね、こんなところ、まあ、あとどんな針がいいのかとかね、そういったところもね、結構検証することができましたので、この動画を見終わる頃にはね、もうほんと坂又シャッドリアルでね、投げたくなっちゃうっていうね、そんな感じの動画になってると思いますので、ぜひご覧ください。まずはですね、前回釣れた、ところをね、簡潔にまとめたところからスタートしていきたいと思います。それではですね、坂又シャッドリアル、6インチオリジナルの5インチこれでボッコボッコに釣りますんでね、どうぞご覧ください。まだね濁りがきつめなんで、このねチャートバック、その名もチャートバックワカサギ、はい、出してみるとこんな感じ。よっしゃよっしゃよっしゃ、くったー、大好き5インチ、5インチに変えたら釣れるんじゃないか、釣れたは釣れたんだけどちょっとサイズダウン、嬉しいけど。はい、5インチでもね、まあ食うよね、それは釣れる坂端だから。でねフリーリグでミドスト気味に狙ってみております。こうなんか登ってくる小魚風を装い、まあなんか魚はタイミングで何分かに一度刺してくるようなんでね、えやってればそのうちもしかしたらね45とかね釣れるかもしれないんで、6インチで遊べてるんだけど魚のバイトがもうちょっと欲しくての、5インチ、通常5インチにね変えてみております。なんか釣れる時っていうか表層で釣れる時はもっと目に見えてボイルとか起こるんだけど、全然ボイルとかはしないような感じなんで、 7g のシンカーを入れて水中にしっかり入れてちょ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 やってみております。ここはもうサイズはガチャガチャみたいなもんだかな、なんか夕間詰めとか朝間詰めの一発とか、あとは雨の降り出しとか、そういうタイミングだとね狙い撃ちでかいのできそうだけど、この晴れ上がっちゃってボイルもない、なんかやたら濁っているっていうこのタイミングでは、まあ釣れるだけ本当ありがたいからね、引き続き狙っていきたいと思います。
お、ほら、ほら、ベイトが、ベイトが飛んで、いるでしょ、これ。バス。え？ベイトが、飛んでたんですけど。痛いよ痛いよ、うん、坂又シャットのリアルに、よし来たー、よし、はい、坂又シャットリアルに来ましたね。ちょっと白っぽいバス、フリーリグで流れに乗っけていたらゾーンね。いやチャートバックも釣れるね。おお元気。じゃあね、逃がしてあげたいと思います。おお、坂又シャットリアルフリーリグで来ましたよ、イエーイ。はい、坂又シャットリアルのフリーリグ、ちょっと顎が破け出しちゃってるんで刺し方をいろいろ変えてですが、あーでもこの目玉がいいんだけど、頭ちょん切ればまだ結構使えるかな、なんて。このボディのリアルプリントが効いてますね。じゃあ引き続きね、ここ、まあ今ちょっとそっちだったけど、ここ待ってるとこういう感じでどんどん刺してくるから、このセットで頑張ります。よー、今日はおちびさんが多いですね。夕まずめとかにでっかいの来るかな。もうこれ生餌と変わんないよな、こんだけ釣れるとな。ほんとちょっとそこら辺ピチピチ、さっきもなんかここを追い詰められて小魚がなんか打ち上げられてたから、もし捕まえられたらそういうのもねちょっと投げてみたいななんて思うんですけど、まあちょっとねみんなうまいこと水中に戻ってくから、まあ無理だとは思うんだけど、ひたすらもう待ってフリーリグで回遊待ちって感じっすよね。いいのが刺してくればいいのも釣れるだろうし、ちょっとそのタイミングにしっかりルアーが入ってることが重要だと思うんで、まあ、釣れさせない範囲でキャストを繰り返して重ねていきたいと思います。いやーな、坂又リアルで2、5インチで1って感じか。ほんと坂又リアルの4インチとか欲しいよな。もうここを逃げまとってるベイトとか釣れる魚のサイズで考えると、4インチリアルノンソルトなんてあったらもうほんと無双できそうなんだけど。さあさあさあ、再開再開、目指せ45。こっちとかいないのかなこれな。あれなんか怪しかったけど、んなことないよね。違うね、うん、根がかりだね。さすがにここは上がってないと。はいはい、引き続き、まあ餌より釣れんじゃないのっていう。よっしゃ、あ、え、
なんだ今のは。怪しいぞ。あんなとこ引っかかんないぞ。タイミングで絶対ボスクラスも刺してくると思うんだよな。どういうアクションが一番食うのかな。なんかある程度たまに間を入れて7グラム分の重さちゃんと沈め込んで やると食う感じなんでね。たまにちょんちょんやってフリーリグだからね、こう上昇軌道を描いた時とかに食ってるようですが、基本はちゃんと下の方まで流れのこの表層よりなんか一段下のとこに入れてしっかり見せてやるとファイトが出てる感じですよね。なおかつこのツージャーク入れて間を入れて、そうするとタカーンっていう感じで当たるんですが、30分ぐらいなんかポイント寝かせるとリセットされるっていう、そんな印象なんですけどね。絶対ユーマズメとかまでしっかり打ち切ればもっといいサイズも反応してくれそうなんだけどな。さあさあ、リアルでしばらく釣ったからオリジナルの5インチこっちで流してみたいと思います。どうかな。新しいのが刺してきてれば5インチだし食っちゃうんじゃないかな。あーダメだ。やる気スイッチオンのバスはいないっすね。まあまあもうそのうち食うでしょう。いやよし、あー当たった。いるね。あー竿先にまだ当たり出たのに、ワーム曲がってないからミニバスだったということで気を取り直して、あー5インチもいいな。しっかりタンって当たりが出たな。バスは
超活性は高くないけど刺してるみたいだからちょっとリアクション気味にパンパンやって食わないかな。オインチの方がなんか見かけてるバスとはもうサイズドンピシャなんだよな。こんぐらいのなんかもうちょっと小さいぐらいの何か餌を弾き飛ばして捕食してるみたいだから、この下のサイズは今日は持ってきてないんだよな。なんとか5インチで形にしたいところですが、まで入れたら食ったよ。おお、5インチ。しかも強一じゃねえかな。おお、すごいぞ5インチ。ああ、いやいやいや、サイズはそうでもないけど。よいしょ。餌いっぱい食ってるバスだね。ほっ。ちょっと遠目に入れたらお腹が張ってるバスが食いました。いいね。はい、坂又のね5インチ、オリジナルの5インチですね。こっちに食いました。このわかるかな、お腹がとっくり膨れた餌をいっぱい食ってるバスが、食ってくれました。イエーイ。フリーリグでね、ノーシンカーだとちょっと表層で食い切ってないかなっていう状況なんで、この 7g フリーリグシンカーを入れてちょっとレンジを入れたところ、しっかり食ってくれております。引きはね今日一番いい魚でしたよ。はい、イエイ。いや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 、いいとこかか、あ、スポット取れた。はい、5インチね。はい、というわけでね、ちょっと中休憩で、今日ね、坂又シャッドでいい釣りができているんですけども、使っているのは、坂又シャッドリアル6インチ、ノーソルト。ね、ちょっとね、顎が釣れて砕けちゃったので、ライターで炙ってね、補強して使っております。で、これね、やっぱりリアルカラーなんで、すごいね、大きさの割に反応がいいんですけども、ただもうちょっと魚釣りたいなっていうタイミングで、こちらの5インチ通常の坂又ね、これも入れてみております。シンカーはね、共に 7g のシンカーをぶら下げたフリーリグね。で、使うタックルでね、ちょっと使い心地だいぶ変わるので、5インチの方はね、これホワイトウルフの8ポンドクラスっていうミディアムパワーぐらいのね、ベイトにメタニウムのエクストラハイギアで、坂又シャッドリアル6インチノンソルトの方はロデオクラフトのですね、これはホワイトウルフ17ポンドクラスにジーニアスプロジェクトのねグラビアスで、こっちはアブソルートの20ポンドを入れていて、こっちはね、アブソルートの8ポンドクラスかな。こういう感じでね、ちょっとライトな感じと、出たばっかりのね、6インチリアル。こんな感じでやってみております。で、6インチでね、ちょっと擦れちゃったなっていうタイミングで、5インチを入れたりしてね、追加でバスが釣れないかなっていうね、こういう2つの
個人でやっております。改めてやっぱ坂又リアルノンソルトね、この従来の坂又とかと全然触り心地とか、多分比重もねノンソルトと塩入りとかで違うと思うんですけども、結構ねプリプリした素材ね、うん、でもこの見た目のおかげで、ものすごいね当たりの数が多い。でそれに比べると従来の坂又やっぱりあのデプス独特のすごいもちもちでこうねよく釣れる素材ですよね。これが使われているんでね。でまあこれもリアルじゃないけどね、ツートンカラーでラメなんかもいっぱい配置されていて、すんごい釣れるカラーだなぁなんていうふうに思いますけども、コスパの方ではこっちの方がやっぱり数も入ってるしお求めやすい価格だしね、間違いないかなっていう。従来の坂又とこっちはね、あのエラストマーとかではないんで、やっぱりねこうちょっと破れちゃったりしてねっていうのはあって、で3本入りで1600円ぐらいするからちょっとお高めですよね。うん、なので適材適所でこのオリジナルと新しく出たリアルフィニッシュね使い分けていくのがいいんじゃないかななんていうふうに思いますけども、ここぞっていうタイミングでは絶対このリアルの方がバッとね魚とこう目の前に置いた時とかに多分パーンって加えてんじゃないかなっていうバイトの出方なんで、ここは絶対いるよねっていうところではワンチャンこれ入れてみて、探る時とかはこっちのねコストパフォーマンスの高い従来の坂又入れてとか、そんな感じでいろいろ使い分けていくと面白いんじゃないかななんて感じてみております。いうまずめにかけてね絶対いい釣りができそうなんで、6インチリアルとね5インチノーマルね、ここら辺を使い分けながらバスを狙っていきたいと思います。5インチもいいね当たり前だけどね、今日は小粒な魚が多いから6インチだとなんだろう、食い切らないっていう、そんな瞬間に微妙に本当1インチの差なんだけど、5インチに入れ直すとまたバイトが復活するっていうね。やっぱリアルのマテリアルより若干その一瞬だけこう魚が口の中に入れといてくれる時間が長いんではないかなっていう、そういう当たりの出方なんですよね。ノンソルトだと多分バッバってこう加えて吐き出しちゃうこともあると思うんですけど、なんだろう、5インチ通常のあの、おまた来た、おーすげえ、あパターンだパターン、おーまたすげえ引き、すげえ引き、うわーすごい元気、今日一、あ、終わった。5インチに変えたらボコボコでございますよ。あー、バレる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 、よいしょよいしょ、同じだよ、川一、おお40ぐらいあるかな、今日一番引いた。はい、群れさしてきたのかな、なんか話してたら今日一番、これもねほらお腹これわかるかな、太い餌いっぱい食ってるバス食ってくれましたよ。いやー5インチのフリーリグですね、うん、いやーいいいいいい、40ぐらいあるこれね、おおでで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  で5インチも相変わらずすごいぜ、やったぜ。じゃあね、逃がしてあげます、イエーイ。いやーいいとこかかった、あでも川市だったね、よいしょ、はい、坂又、坂又大活躍で、今日はせっかく持ってきたから、あの新しく出たリアルとね
これオリジナルの昔からある5インチ。ノーシンカー使いだといまいちかけきれなかったんですけど、今ねフリーリグ 7g のフリーリグでずっとやってますが、いい感じ。すげえ群れ入ってきたんだな。もう一匹ぐらい。いやースコーンと食ってくれたね。ちょっと遠目に入れたら奇跡の流れ出しだな。久しぶりに。ここクリアアップしてるとこんなに釣れないから、ちょっと苦手だなと思った。ほんと多分この濁り様々なんだろうな。で、ノーシンカーより 7g のフリーリングにしてるから、通常よりも遠くにルアーが入れられてるっていうね。この坂又もともと飛距離出るワームプラス 7g のシンカー入れたフリーリグだから、すごいねバスの警戒心が外れる。1個遠くまでルアーが入れられているんで、今の2連発はそのおかげじゃないかな。なかなか歩いてってあのそばまで行っちゃうと警戒して食わなそうな、そんな魚が食ってくれましたよ。いやー、なんだろう、もうひたすらまあちょいちょいね、ちょいちょい今違うルアー入れたりトップウォーターやったりしてるんですけど、なかなかねそっちは食わせきんなくて、結局この坂又兄弟に戻すと釣れちゃうから、そっちの釣りをやってみております。このタイミングで今の2連発があったんだったら、ちょっとこの先もありそうだなって。まあ、こんだけしっかりとした流れが効いてるからね、新しくこう新規のブラックバスが入ってきてくれるんじゃないかな。ほんとね、最近一匹釣るのも大変になってきてるから、まあここはねすごいよく釣れるとこだけど、こういうところでそういう、なんだろう、釣れない時にどのルアーを信じればいいのかっていうね、そのテストじゃないですけど、こんだけ当たりが出てくれれば釣れない時でもねえ投げ切れるなって。いやー嬉しいな。ちょっと途中まで今日はもう、あ、終わったって思ってたんだけど、全然終わってなかったし、なんかかけるとバスの塩梅もすごい元気だし嬉しいな。まあ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 、そんなことを言いながら投げていきます。ぜひね、もっと大きな魚が釣れてる動画もあるんでね、そちらもぜひご覧くださいね。坂又リアルの6インチね、ノンソルトでズバッと50アップ釣れたみたいなね動画もね、ありますんでね、ぜひそちらの方も見てみてください。今日はねそれからしばらく経ってね、もうちょっとバスもお疲れ気味かなっていうね。このでもまあこの水位、この水色になってからしばらく経ってるんで、だいぶ通常営業のバスも戻ってきてるんじゃないかなと思って、大好きなポイントに入っております。さあ、あとはドラマ業45アップねえ、最後1匹ぐらいやべえってのなら釣りたいけどね。まあ今のやつもね結構ね
引きとしてはもう申し分なしで、これロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラスってね、今日持ってきた竿の方で柔らかい方の竿だからね、この流れにも魚が乗ってギュインギュインに引いてくれて気持ちいい。で、ほんとバラさえないね、この竿はね。よし、スコーンってフックセットしたって言ったら、今のも結構皮1枚でかかってたんだけど、でちょっと強引なファイトだったんだけど、これ以上やったら針が外れるっていうね、そういう瞬間にしっかりなんつうのかな、曲がってくれるから魚バラさないんですよね。本当曲がりがいいというか。あー、もうだいぶ頭がちびってきてんな。よいしょ。切れるぐらい釣れるな、坂又シャットって、よっしゃ、スコーンって入った。よし、5インチパターンだね。ああ、ちょっと針きれいに刺し直したら速攻できたよ。よいしょ、どうだい。うわ、よいしょ、いやー、うっ、よいしょ、ふい。はい、引き続き入れ食いです。坂又ノーマルの5インチね、バッコシ食ってくれております。いやー、いい当たり出たな。スコーン、コーンっていうね、スコーンと当たりが入って、イエーイ。うーん、綺麗なバスね。夕方になってね、ちょっと餌を追ってる、これ餌しっかり食えてるバスがどんどん上がってきてるかなって、そんな感じですよ。じゃあ引き続きね、頑張って投げていきたいと思います。いや、5インチ無双状態に入ってきた。はい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 、5インチとナイスバス。これなんかやたら釣れるんだけど、なんちょっと結び直すか。これ5インチやべえなあ。色もいいのかな。ちょっとロデオクラフトのね、これ8ポンドクラスっていう竿で、で今これクロロカーボンの8ポンドクラスね、バリバスのアブソルートを合わせてるんですけど、まあ8ポンドクラスで、糸も8ポンドで気持ちよく曲げると本当にね、バランスよくスイーッとね、釣りができてるなって。これもうそろそろちょっと刺せなくなってきたけど、なんだこれ、ユーマ詰めなのかな。ちょっと逆刺しで、ここのこの開いてるところが抵抗になっていいかもしれない。やべえなあ、5インチ。6インチの動画作ろうと思ってきたのに、もう5インチの当たりの出方が半端じゃなくて、すいません、6インチが投げれない。いやー、気持ちいい3連発だったな。5インチすげえなあ。まあでもそろそろまた6インチに戻してみるかな。まあどっちでもいいんだろうけどね。
今釣った3本のバスだったら全員6インチでもね、スコーンってなんか加えてくれそうなサイズでしたよね。でも6インチじゃなくてこの5インチで微妙にちょっと皮1枚みたいな刺さり方してるのもあったから、あの2匹目に関しては5インチのおかげで釣れたんじゃないかななんて。すげえな、一生やってられる。何匹ぐらい釣ったのかな、後で動画でチェックしてみますけど、結構もう高又だけでいい釣りできてんじゃないですかね。いやー、こんなに前半はね、ほんとちょっと釣りたいルアーとかいろいろ試してね、まああのタイニー NZ とかね、1匹しか釣ってないからタイニー NZ で釣ったぜみたいな動画作りたいなと思って来たんですけど、タイニー NZ はねワンバイト途中であっただけでね、まだトップウォーターっていうよりはこういう水中の餌しっかり追いかけ回してる感じなのかね。もうちょっとクリアアップして暑くて虫食ってるみたいな状況だったらタイニー NZ クローラーでいい感じの攻めができそうなんですけど、まあちょっと一回3連発したから一回休ませてみますかね。いや君よく頑張った。はいはいはい、5インチばっかりだとあれなんてね、6インチもちゃんと投げ比べね。いやねえ、どうだろう、すげえ遠目に入れたら食ったから、ちょっと遠目にミドスト気味に入れる展開でやってみますか。重りの重さは一緒だからね、 7g で、ああそっか、5インチの方がちょっと繊細に誘えてたのかもな。やっぱりラインもこっち20ポンドとかだから、少しアクションが大味になってるかも。出たばっかりの6インチリアルノンソルトに戻してね、まあ今のはもうね、スクールのバスが刺してきた新鮮なバスの上がりっぱたにうまいこと入れられたんだろうね。ずーっと同じところを打ってるから、まあここで改めて今3匹釣って釣れた状態に戻して、そんでこれで食ったらリアルすげーって感じになるんだろうなと。さっきの沖から投げてるここら辺になんか群れてたっぽいんだけどな。ちょっとここら辺から遠目深めに入れる展開でまたバイトが出ないか探ってみますね。いやーでもあんだけスカーンスカーンって 5で食っちゃうとちょっとやっぱ5投げたくなっちゃうな、まあ、ここは一発大物狙いだと割り切って6インチ。ガード付きジグヘッドのミドストとかでもいいのかな。いやーでもあれは
武器になるな。釣りの大会の時とかもやってみよう。5インチの7グラムフリーリグのジグストというか、このフリリグストであんだけ中層っぽいバスが反応してくれるんだったらいいかもしれない。よし、あー食った、あーマジかー、ウェイウェイウェイ、あー外れた、くっそ6食った、6食った、あーもう刺せなくなってきた、くそー、全然6でもいいバイト出たね。いや食ったよ、くそ、この際で上向いてるバスだな。あーやっちゃった、今いいバイト出たな。あーやりきれるな、くっそ、あーそう、このちょっと6だと食い切らないなって時に、あのさっきみたいなね、あれ 5を入れれば多分、今のも多分5だったら食ってたんじゃないかなっていうね。まあたらればですけど、しっかり食ってはくれるからな。ちょっと釣りたいな。頭ちぎって つけ直すかな。でももったいないな、家帰ってちゃんと補修すればもうちょっと綺麗に直せるからな。あそこ食ったべ、食ったべ、いやー今のもったいなかったな、今の釣れたよな。さあ木取り直していきましょう。坂又兄弟恐るべし。今日食ってるレンジだったらノーシンカーでもいいのかな。でもノーシンカーだとなんかもっとちょっと目の前からスパンスパンって飛ぶスピードが速すぎてダメなのかなと思って、5g、 5インチ、6インチともに 7g のフリーリグで入れてみておりますが、カメラの電池切れました。6インチ食っております。リアルで、よいしょよいしょ、はい、釣れた。はーい、坂又シャッドどんだけ釣れるかっていう感じで、リアル6インチもバッチリ釣れてくれましたよね。えすげえ引いてくれたけどね、途中でね、ごめんなさい、電池切れちゃいましたけど、無事釣り上げることができました。これ40ぐらいあるんじゃないかな。チャートバックのリアルから聞いております、イエーイ。はい、じゃあ引き続きね、釣っていきます、イエーイ。はい、で改めての改めてなんですけど、今日使ってるのはね、こういう感じで、坂又シャッドのね、新しく出たリアルノンソルトね。でこういう感じでフリーリグでね使うとね、もうほんと入れ食い状態ね、どんだけ釣れるんだろうって試してるんですが、でまあノンソルトなんでオリジナルのやつよりね餌持ちはいいんですが、まあちょっとこう
割れてきちゃったんで、これは修理に回してですね、新しいやつで攻めてみたいと思います。イエーイ。はい、もうそろそろもうええわって感じですよね。まあでも今あのライターでまた補修したんでリアル6インチどんだけ釣れるかチャレンジ。いやー、6インチにちょっと5インチの方がやっぱいいんじゃないのと思ったら、ちゃんと6インチでも釣れるからな。6インチ投げます。もう夕方に差し掛かってきてるんでね、ワンチャンボスクラスも出るかもしんないんで、これミノーとかでも釣れんだろうな。ビッグベイトもいけんのかな。あんまり持ってきてないんだよな。6で釣れたんでフォローで5インチ、フォロー5インチね。しかしよく釣れるルアーだね。ちょっと引くぐらいの釣れ方だな。なんか5で遠目に入れてミドスト気味にやるとやたら釣れてたんで、そんな感じの釣りで、ジグヘッドとかでもいいんだろうけどね。結構いろいろ見え水中になんかあるから、やることは一緒なんだけど根掛かりしづらいようにというイメージも込めて、今これは5インチの7グラムフリーリグね、そんな感じのでやってみております。おっしゃ、食った。バイト出たよ。5インチフォロー大成功で、でかいぞ。ちょっとやべえ、糸鳴りしてる。でかい。飛んだ、5インチ飛んだ。でかい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 。あー、バレたー。やっちゃった。ルアーも飛ばさ、ファイト雑すぎた。いやー、ダメだよね今のファイトは。やっちゃった、下手くそー。いやー、今のバラしちゃいけなかったな。はいはい、坂又シャッドね、リアルリグっていきます。で、ですね、フリーリグのシンカーの 7g、 何でもいいんですけどね。これを通して、で針はね、これあれブンブンのオリジナルフックですよね。ワーム 34R エリートツアラーのね、これのフッ素加工した針がお得用で売っていたので、これ使ってみております。なんだかんだ大切に使っていたリアルもラスト1本になってしまいました。さすがにね、釣って頭がねこう裂けてきちゃうんですよね。よし、まあでも家に、ま、持って帰って、おいでしっかりとライターとかで補修すれば全然いいんじゃないかなと思うんで。ふう、
地形変化かな、なんか違和感があって、魚じゃない、6インチとシンカーを入れた特性を生かして20ポンドで遠くに投げてね、そして警戒する前に食わせたい、そんな感じの。これはそこだな、釣りをしております。夕方になって上流に刺してくるバスを狙って、今ね5インチ入れたらね今日一のやつがかかったんですけど、まあへっぴり腰ファイトでバラして、ちょっと意気消沈まあでもね、気を取り直して、5インチな、いいな、最近投げてなかったけど、まあ釣れる。この6インチリアルもね、食えばでかいっていうイメージがついたんで、なんですかね、釣りの大会とかでもうリミットとかは揃ってサイズアップを狙うぞっていう、そんな時とかにね6インチリアル投入してみようかな、なんか期待に応えてくれそうな、そんなワームですよね。この岩盤の際に沿ってデカバス上がってこないかな。よっしゃ、よっしゃ、食ったな、よっしゃ、かわいち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 、よいしょ、危ない、かわいち、これぞかわいち、ねえ、いやー、あ、フッ素コート仕様のね、この針に変えて、ね、かわいち、かかったのかもしれないですね、びっくりしたけど、いいバース。ありがとう。坂又シャットリアルの、6インチノーソルトチャートバック、イエイ。さっきバラした傷は言えませんが、ここの際でなんか食ってくれましたよ。いやーさっきなバラしたのな、45くらいあったと思うんだけどな口数も少なくなっちゃって、もまあただただただすごいね、
坂又シャッドを中層で泳がす釣り方見つけてからね、本当よく釣れております。なんだろうな、多分まあスピナベとか上手い人だったらスピナベとかでも合わせられるんでしょうけど、自分はやっぱワームの釣り好きなんでね。でもこういう今時こんだけ6インチのねフルサイズな感じのワームでこんだけ当たりが出てくれるって本当貴重なワームですね。なかなかねえ、今日の場合だやっぱこれワームのサイズ下げたからって言っていっぱい釣れるってわけでもないんだろうから、この6インチのボリューム感とリアルシルエットの恩恵だと思うんですよね。なんかバスがもう見つけたらしっかりと食ってくれると、本気で抑え込むようにバイトしてくれるってのが一番すごいんじゃないかな。なんかまあバラシもねしたりしてるけどしっかりかかってるもんな。でこのチャン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 って自分独特なリズムでこうずっとねジグストでも何でもアクションしてますけど、濁ってて見えづらいんですけど岸際の見えるところで見るとほとんどもうダートしないでこうローリングローリングって感じでね動いてるようです。そんなにぶっ飛んだりせず、なんていうのかな、こうちょっと映んないよな今日は。そんなにねダートせずにローリングローリングして、でこのギア比分の速さで泳いできてる寄ってきてるっていうね、そんな感じだと思います。でそれを見つけたバスがおおって感じでもう何の疑いもなく吸い込んでくれちゃってるって感じだと思うんですよね。ほんとね当たりが多いんでありがたいですね。で結構なんだろう、針がワーム34ってあのナローゲーブの針だからそれとかもね若干効いてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとあのワイドゲーブの針でもやってみたんですけど、なんかね思ってるちょっと泳ぎと違くて、でやっぱりナローゲーブだなーって、ナローのやつに変えたらしっかりとヒットするようになってる印象なんですよね。ちょっとリアクションバイト狙ったようなもっとペンペンっていう感じのアクションも試してみてるんですけど、今日はどちらかっていうと連続的にアクションを入力してなんだろう、このルアーをローリング気味に動かすイメージでやってるとバイトがいっぱい出てるような気がします。あーちょっと試してみたいポイントいっぱいあるな。さあさっきこれのもうちょっと岩盤沿いで食ったんだよな。あーまだ手に引きの感触が残ってるな。あれはバラしちゃいけないやつだったな。なんてボソボソ言いながら釣っておりますが、そろそろ本命のポイントがプレッシャー落ちたんじゃないでしょうか。
よし、もう暗くなるから最終高又シャッドでの戦いも終盤が近づいております。ちょっと濁りの入った時にこの中層ちょい下高又狙いね、いや聞きましたね。たまたま何気な足にここにピョイって投げてみたあの一投のおかげですね。あれで、あ魚いるんだっていうのに気づけて、そっからなんだかんだなんだかんだやって結構ねヒットももらえたんで、ここの何回かの釣りでねだいぶ高又シャッドリアル投げ込んで使い方とかバイトの出るタイミングがねイメージできたんで、引き続きねここぞっていうところに、そんな安くないからね安くないからここは絶対に釣りたい、ここはでっかいの釣れそうっていうタイミングでね効果的に投入していければなと思います。さあ最後釣れるか、結構あの夕マス目入る手前ぐらいが一番なんか魚の遡上というかね、上に向かってこの流れ出しに向かっていっぱい来てくれたのかなっていうね、そんな印象ですよね。ちょっとこのぐらいの時間になってからはもうチーンって感じだからどうかな、最後締めの一匹欲しいな。よいしょ、締めかな。ああ外れそう外れそう。よいしょよいしょ。うわ元気。ありがとう。よいしょ。いたんだね。いやそこ何回も狙って釣れなかったから。よいしょ。はーい坂又シャッドリアル。結構何度も入れて。違うルアーも入れたけど何にも反応しなかったところ入れたらいい引きのバスね、ガツッと食ってくれました。いやいいとこかかってる。ラストかな、どうかな、もう一本ぐらい狙えるかな。よし頑張ります。坂又シャッドリアルフィッシュイエーイ。いやいてくれたね。あポロッと取れた。うん元気。ほんとよく釣れんな。そんなに、じゃあプラグとかもうちょっと釣れてくれてもいいんだけどな。今日全然ねハードベイトとかには釣れないんですよ俺は、ね、よいしょ。そこだって何度も入れたしな今。やっぱリアルすげえな。これを入れたらもうスーって普通にと走ったからな。何なんでしょうか。超信頼できるルアーになっちゃったなこれ。これ多分もう一本釣れんな時間的に。今日のなんかちょっとどこで食うみたいなのが
イメージできつつ投げてるから多分もう1本ぐらい出ると思いますね。まだね上がってくるはずなんだよな。これでも当たりの出方すごい気持ちいいですね。こうノー感じでこうストしてる。あ、くたっ、うね、ほら今グッグッグッグってね気持ちいいっすよ今。いや釣れなかったけどちっちゃかったのかな。いやもうなんかねバスが疑う感じなくクッ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 クってね竿先が入ってくるんですよ今。食ったなね。いやこれほんと5インチとか4インチとか出たら悪魔みたいなワームになるんじゃないですかね。6インチでこんなに食うんだからすげえぞ坂又シャットリアル。いやー食ったなー、折ったなー。ダメですか今の。いやで、あのなんだろう、ベイトタックルでしっかり釣れるからなんだろうな、久しぶりですねこのベイトタックルがズゴゴゴゴゴゴって曲がって気持ちいいっていうあたりがいっぱい出せるワームってなかなかないじゃないですか。今年の中だとそうですね、あのデカタヌキとかね、あそこら辺でこの手の釣りやるのがすごい気持ちよかったんですけど、デカタヌキもねもちろんノーシンカー使いですげえバイトが出て気持ちいいんですけど、どうだろう坂又シャットリアルもまあよく釣れんな。よっしゃ、あー根がかりか。しゃ、食った。でかい。どっちから。よいしょ。はい。はい、気持ちいいバイト出ました。坂又シャットリアル、これこそラストかな。もう暗くなってきましたからね。いやー、いい食い方、いいバイトの出方だった。岸際を泳ぎながら登ってくるやつがいるじゃないかっていう感じでね、際に入れたらズゴーンね。いやーすげーぞ。じゃあね、逃がしてあげたいと思います。いやーありがとう坂又シャットリアルに。あ、40あるなし、超いいファイトでした。 Thank you。 はい、というわけでね、坂又シャットリアル6インチこのチャートバックから試してみたくて持ってきてみましたけども、相変わらずのね 7g フリーリグでめちゃくちゃ楽しい釣りができました。
いやー、こんな使い方とかもねおすすめだよとかあったらぜひねコメント欄とかでお願いいたします。引き続きねまだまだハイシーズン真っ只中なんで、この坂又シャッドリアル、その他ねタイニー NZ クローラーなんかもね使って秋のバス狙っていきたいと思いますので、チャンネル登録の方ねどうぞよろしくお願いいたします。今日はねちょっと小さめの魚主体でしたけども、先日使った時は違うカラーでね50アップがねバコーンと釣れた動画なんかもありますので、リンク貼っときますんでね、ぜひね、見てみてください。タイニー NZ クローラーの動画もあるかな。はい。というわけでね、坂又シャッドリアル、想像以上に釣れるルアーです。6インチなのに、ほんとこんなにバイトがね、いっぱい出るルアーってなかなかないので、大きめなルアーを使った釣り、チャレンジしてみたいんだよな、なんていう人はね、おすすめかもしれません。4インチとかね主体に今まで釣りしてたんだなんていう人も、こんだけね当たりの数が多いんだったら6インチとかねチャレンジしてみるいいチャンスになるかもしれないのでおすすめでございます。またねこんな感じで、いいルアー見つけたらねどんどん動画にしていきますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけでね本日の釣り子 TV はこちら、デプスのね9月に出たばかり坂又シャッドリアル6インチノンソルト、これをねフリーリグで使ったところをボコボコに釣れたよ、あと5インチもねめちゃくちゃね相変わらずいい釣りできましたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。